さて、今日のトランスフォーマーは、バンブルたちはデストロン反応を追っていた。バンブル班、こっちの方からデストロンの反応が。よし、サイバトロン戦士、なんとしてもそのデストロンを捕まえるぞ。見ろ、それらしいのがいるぜ。よし、ストロングアーム頼んだぞ。任せげ。なんだと。観念しろ、デストロン。ちょっと待ってくれ、俺は悪いデストロンじゃないんだ。何言ってんだ、デストロンは全員敵だ。その通り。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。俺はセイバートのせいからこの地球に移り住んだ移民のデストロンなんだ。悪いことは何もしてないよ。移民デストロンだと？あ、はい。この地球には、セイバートのせいから、サイバトロンとデストロンが何体か移り住んでおります。あのサンダー夫婦も、もともとは移民トランスフォーマーの一人でした。まあ、今じゃ、スチールジョンの仲間になっちゃってますけど。ああ、そうだった。これじゃまるでサンダー夫婦の時と一緒じゃないか。ごめんよ、スプリングロード。いやいや、いいんですよ。分かっていただければ本当にいいんです。それじゃまた今度さいなら。ああ、気をつけて帰るんだよ。ああ。普通に地球で生活してるデストロンと悪いことをしてるデストロンの区別をつけるのは難しいな。でもさっきのあの走り去り方、明らかに何か裏がありそうだぜ。へへへ、アホどもが、この俺様がスチール城の命令を受けていることも知らずにな。あ、ほら、今ボロが出たぞ。あら、あら、そんなに離れてなかったとこで独り言言っちゃった。サイバトロン戦士、あいつを捕まえろ。よくも騙したな。うわぁ、ごめんなさい。待て、逃がすな。うわぁ、おのれ、こうだったらこちらも本気を出させてもらう。覚悟しろ、サイバトロンども、この悲劇を喰らえ。プシュプシュ、あ、なんだこいつは。このスプリングロード様の悲劇はな、鉄をも溶かすほどの強い酸性なんだ。うわ、あ、なんだこれ。くそー、ストロングアーム大丈夫か。俺グリムロック、あいつ叩き潰す。ダメだ、あいつに浮かずに近づくとあの体液を食らわせられちまうぞ。その通りだ。うかつに俺様には近づけねえな。くそー、どうすればいいんだ、バンブル。なんだい、あいつの後ろは無防備だ。なるほど、よし、後ろから攻撃すればいいんだな。俺が奴の注意を引く、その間にグリムロック。お前さんが後ろから思いっきりアタックするんだ。わかった、ゲー。スプリングロード、ああ、こっちだ、こっちに雪を飛ばせ。わかったぜ、ドロドロに溶かされたいんだな。ブヒュやるぞ。気を切んじゃねえぞ。ブヒュブヒュ、クソ、すばしっこいやつめ、今だグリムロック、わかったげー。なに、げー、ブシュー、わー、また字になっちゃうよ。あいて、くそ、一旦引き上げだ。あいつね、やはりスチールジョーの部下だったか。ああ、まったく。デストロンってのはまったく油断できねえ奴らの集まりだな。本当にせやねえ。さっさとあいつらを片っ端から捕まえて、コンボイ司令官を見つけ出さないと。バカどもめ。お前たちが戦いに夢中になってる隙に、あのオレンジのチビに発信機を仕掛けておいたのだ。これでサイバトロンどもの基地の場所がわかるぞ。スチール城に報告しないと。ブワッハ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